ちょっとねマイク忘れてました <laughs> 今日は上司に嫌われる人の特徴をお話ししたいと思います何を隠そう私は常にあらゆる職場の上司に嫌われてきましたでその理由がなんでなんだろうって分かんない部分も当然あって、まあ、当然分かんないからこそ嫌われてるんでしょうけど、まあ、これかなと思うこともあのたくさんありますなのでまあそれをお話し していいこうと思いますすすななんんですけどねこんなこと話すの、えー、まず一つ目ですね。えー、質問や相談をしない,っていうこ,とですこれは当然ね、質問や相談をせずに仕事をしていっぱいミスをする。全然できていない。これは当然怒られますよね。これ当然怒られるんですけど大きなミスをしていなくてもそれだけでもまあ嫌われることっていうのは十分あるんですよ。 でで単純接触効果とかかうじゃないですかつまり定期的に顔を合わせる頻度が高ければ高いほどその人に対して好感度が上がるみたいなね知ってる <laughs> なんですけどちょっとごめんなさい知識マウント入っちゃったんですけどまあそんな感じで定期的に上司とコンタクトを取るということ自体がそもそもあの関係の構築にはあのグッドなわけで。 質問や相談っていう口実をもってして上司とコンタクトを図るということが重要なんだろうなというふうに思っていますで私の場合はこの質問や相談をしませんほとんど最初だけです何か業務を任されてやり方のレクチャーを聞いた後に私はなんかそれまでにまあ成果物が残っている場所とかを聞くんですよ で、まあ一度見よう見真似でやってみて、完成させてみて、上司にそれを見せて、とりあえず完成させんの。合ってるかどうかわかんないけど、その比重とかに。完成させて、上司に見せて、で、あ、OKOK、バッチリー、みたいになったら、もうあとは自分で進める。って感じなんですよ。わかんない。あの、正直、ずっと毎回嫌われてるんで、どれぐらい質問や相談をすればいいのかはわかんないんですけど、まあ、 とりあえずコミュニケーションの量が少ないと嫌われます。私は、あの、そもそも上司っていう存在自体が好きじゃないんで、コミュニケーションを避けちゃうんですよ。なるべくコミュニケーション取らないようにしようとするんですけど、まあ、それが良くないんであ、いっぱいコミュニケーションを取ってください。<laughs> え二、ー、つ目、頑張ったことをいちいち言わない。ちょっと、んど逆じゃないのみたいになると思うんですけど、頑張ったことは絶対いちいち言った方がいいです。うざったくならない程度にね。 例えばちょっとプラスアルファで頼まれた作業でプラスアルファでやらなければいけないことが発生した時にこれこれこうだったんでこれこれこうしときましたみたいなのをちゃんとこの報告とともに差し込むそうするとあそんなところまでやってくれたんだありがとうっていう評価になるかもしれないんであの自分がやったこと頑張ったことプラスアルファでやったことはいちいち言いましょう別に恩着せがましいとかじゃないんでほうれん草の一部として取られますんで やっぱり絶対いちいち言った方が得俺は全然そんなことしない頑張ったこといちいち言わないんでなぜかというと私はその上司っていう存在自体がそもそも好きじゃないんでコミュニケーションを避けようとしちゃうんですよだから <laughs> 活動報告だけ知ってであの別に特に詳細のこととか言わないっていうあのとにかくコミュニケーションをとりましょう上司と上司とはいっぱいコミュニケーションをとりましょうということではい3つ目ですね、えー、尊敬しない上司を尊敬しないですね あの上司を尊敬しましょう上司を尊敬しましょう尊重じゃダメなんです尊敬じゃないと上司を一人の人間としてじゃなくて上司として尊敬するんですなぜかというと上司も自分がちゃんと上司できているか不安だからちゃんとマネジメントできてるかなこの人は自分のこと嫌ってないかなとかねこの人自分のこと無能だと思ってないかなとかね上司は不安です 上司は不安なのでやっぱりその不安を取り去ってあげるためにも上司のことを尊敬しましょう上司の仕事ぶりをちゃんと評価してついていく姿勢を見せましょうあなたは非常に有能なので私の労力私のね知恵と体力を使ってあなたに貢献しますという姿勢をちゃんと見せましょうてかあか上司に嫌われる人みたいなトピックで話してのにねあの上司に好かれるためにはみたいな話し方になっちゃってますけど まああのいいんすマジ細かいこと細かいこといいんで <laughs> はいまあ、そんなところですねまとめると上司に嫌われる人は質問や相談をしないで2つ目は頑張ったことをいちいち言わないで3つ目は尊敬していない、まあ、この3つですね最後に私のその上司嫌われエピソードみたいな 話話ししししまますすととちょっとピッックアップてて抜粋してお話しますねブレスト会があったんですよ。ブレスト会が。で、ブレストなんてアイデア持ち込んだもん勝ちじゃないですか。全然検討できてなくていいから、とりあえずいっぱいアイデアをポポポポポポポッと出して、もう玉数勝負。で、そこのブレストの場で、そのアイデア磨けそうなやつを磨いていこうぜっていう会じゃん。ブレインストーミングって。だから、俺いっぱいアイデア持ってったの。めちゃくちゃ。<laughs> あの。 何人かでやる会議だったんだけど、俺がもう持ち込み数でいったら俺が咲いたね。とりあえずアイデア出そうと思って、ポ,ポポポポポポって出したんだけど、あのそれでめちゃくちゃ詰められるっていうエピソードがありますね。まず一つとしてね。いいじゃん、ブレストなんだから。アホって思いましたけど、あのそういうのもあのちゃんと態度に出さずにね。あの <laughs> 態度に出さない。で、ちゃんとブレスト。あのこれは正直今でも俺悪くないと思ってんだけど、 まあ嫌われると嫌われてしまうとそういうブレストでアイデアを持ち込んでいるのにもかかわらずそれが評価されないみたいになっちゃうんであのちゃんとマジでね俺マジ思うんだけど会社員生活はマジであの上司ハックだから上司に好かれることにも100%労力を注いだ方がいいじゃないとあのね出世できまへんだって自分の成果をさらに上の人事権のある人に伝えるのはその上司かもしれないんだから。 あるいはその上司が人事権を持ってるかもしれないんだからマジでその上司に疲れることしか考えなくていいマジで会社員として出世したいんであれば俺絶対無理だからそんな生活マジで上にへこへこして下に厳しいようなやつが出世する世の中なんだマジでこの世はあのそういう何、まあ、いいいいいイデアちょっとマジでそうマジ上司ハックだからマジで上司ハックだから サラリーマンとして生きていくんであれば、ビジネスパーソンとして生きていくんであれば、マジで上司に好かれることが、もうまず最初にやるべきこと。能力マジ関係ないっす。マジ関係ないっす、能力。スキルを磨いてとか思うかもしんないけど、マジ関係ない。もし一つの会社で上を目指していくってなったんだったら、スキルとか、なんか能力とかは二の次。まずは上司に好かれること。上司に好かれないと、いくらスキルや能力があったところで、それは生徒に評価されないから。 上司のバイアスがかかるから。すっげえ優秀でも、上司がそいつのことを嫌いだったら、嫌いなりの評価を上げるから。人事権のある人に。評価されないんだよ。評価されるべき能力が。だからまずは上司をハックしなきゃいけない。絶対に。これは、本当、真理だと思うよ。スキルや能力も当然大事。大事なんだけど、まず上司ハックだから。 何度でも言います、私は。マジ上司白。なんで、今回挙げたようなことは、あのー、反面教師に、私は反面教師にして頑張ってください、サラリーマンの皆さん。質問相談、積極的にしましょう。うざがられない程度に。うざがられない程度に質問相談しましょう。定期的に話す機会を作りましょう。スラックとか。 メールでもいいっすよチャットツールそういうもので小さなことでいいから上司に報告連絡相談する機会を見つけましょう機会を見つけたらすぐにそれを実行しましょうたくさんコンタクトしましょう上司と頑張ったこといちいち言いましょうこんなことはやって当たり前と思うようなことでも一応報告しましょう一応 それが評価されると期待するんじゃなくて、一応、いや、報告ですからっていう名目で、一応報告しましょう。何か、何が評価されるか分かんないから。一応言っときましょう。おそんなことまでやってくれたのか、え、そんなことまで言ってくれてるのかってなるかもしんないから <laughs>。しんないから。一応報告しましょう。で、上司を尊敬しましょう。 尊敬してなくていいから尊敬してるポーズを取りましょううわすごいうわマジ仕事大変ですねえそん,そんなことまでしてるんですねいやー俺絶対できないなーみたいな尊敬しましょうマジでへこへこしましょう会社で上に行きたいなら私はね上司のことは尊敬できないんですよあのー、昔のさ 部活みたいにさ明らかにね俺バスケ部だったんだけどこの人には体でぶつかっても勝てないしシュートの精度も全く違うしスピードも違うしジャンプ力も違うしもう絶対勝てないわこの人にみたいななんか分かりやすい圧倒的な能力を見せられると俺はもうものすごい忠誠心があの出来上がるわけ「俺はもうこの人についていこう」「この人についていったら間違いない」と思ってその人にもうマジで。 忠誠心を尽くすなんだけど仕事って結構それ見えづらいじゃんあの誰がどれだけの能力を持ってるかみたいなこの人には絶対かなわんと思,い思うような状況ってなんかそんなに俺出会ったことないんだよね分かりづらいじゃん身体的ではないからだからわかんないこれから先もしかしたらそういう機会もあるかもしんないあこの人の仕事量にはもうかなわん でこの仕事量をこの時間でこなしてんのマジ意味わからんみたいな。でこの実績出してんのマジかなわんみたいな。になったらものすごい忠誠心尽くせる人に出会えるかもしれないけど今までには出ってったことがなかった。でそういう上司に対しては俺はね尊敬はできないんだよね。一人の人間として尊重することはできる。リスペクトすることはできる。これはあのすごくなんかニュアンスの違いが難しいんだけどリスペクト。 尊重という意味でのリスペクトは払えるんだけど尊敬ができないんだよね。一人の人間としてのその人自身をその人自体を認めてリスペクトを払うことはできるんだけど当然言うこと聞くよ。指示は聞くよ。会社組織として上司は部下に命令することができるっていうルールがあるからそれがないと組織は立ち行かなくなるからだから俺はその役割はちゃんと果たすよ。部下だから。 上司は俺に命令する立場だし俺はその命令をちゃんと遂行する義務があるから組織の中で生きていくためには当然するやるべきことはやるやるべきことはやるんだがそれは俺と相手の立場を尊重してるだけにすぎなくてその人の能力とかその人自身が自分より上位の存在であるとかそういうことは全く考えてないんだよ尊敬はしてないんだ尊重はしてるんだけど立場を尊重はしてる こういうのはダメっていう話ね。<laughs> こういう考えはダメですよ。サラリーマンとして生きるには、こういう考えはしないで、ちゃんと上司を尊敬しましょう。っていうことでした。はい。以上です。ありがとうございました。